人っていうか生物はもともとは死ぬものじゃなかった。我々が寿命がなければどういう人生を送ったらいいかわからない。自分の意思で誕生して死ぬ可能性が何割だってんじゃない。さてこれいいですね、ゆきおさんですね。なぜ人は死ぬのと子供に聞かれて困っています。何と答えればいいでしょう。これちょっと人はなぜ死ぬか。ええー。ああ、人っていうか生物はもともとは死ぬものじゃなかった。38億年前に誕生した時は子供がいなかったから、オスメスがいないから生物は死ねない。子供がいなければ死んだら終わりだから。ところが10億年ぐらい前にオスメスが分かれて、そしてオスメスの遺伝子を半分ずつ切って接合すると新しい若い体ができるということが発見され、それによって我々は死ぬということができるようになった。で、生物というのは非常にあやふやなもので、確定された寿命だとか確定された運命っていうのはもともと与えられないようにできている。つまり自然界の揺らぎって言ったらちょっと難しいんですけども、自然界の変動っていうものは我々個人個人の防御能力なんかを超えて存在する。したがって我々は確率的に平均年齢が50歳ぐらいまで生きれるとか、子供は平均して1人か2人産むことができるということは我々確定的に設定できるんだけど、あなたはどうですかと言った時には決まらないように、人間の体の構造なり丈夫さなり社会の変動要因なり自然の変動要因が決まっている。我々は偶然に非常にこの気温がなだらかで平和な地球というのに存在しているから、だいたい50から80ぐらいまで生きていけるという計算ができるけれども、今から40億年ぐらい経つと太陽が膨れてきて地球を丸飲みするわけだから、明日でも死ぬかもしれない。それはその時の我々が住んでいる状態なんかによって決まるわけですよね。その意味では寿命があるってことは極めていいことで、我々が寿命がなければもうどういう人生を送ったらいいかわからない。で、我々はおおよそ50歳から80歳ぐらいまでは生きていけるだろうという推定のもとに、それでも10歳でお亡くなりになるということはあり得るんだけど、推定のもとにある程度の不確かさを持って人生っていうのを送っていくことができるし、また非常に苦しい状態が生じてももう明日でも死ねるかもしれないという希望がある。だから我々は生きていくことができるし死んでいくことができる、ということなんで、お子さんに言うとしたら、我々人間というのは生物であって、生物が誕生してそして死んでいくっていうこと自身がね、我々が幸福に生きるということができる非常に基本的な条件になってるんだと、いうふうに言うべきなんでしょうね。そうですね、はい、地が存在するから今のありがたみがあるわけなんで、やっぱもし寿命のない人生ってなったら、じゃあ何やれ、もう今日もじゃあ寝てりゃいいかみたいなその怠惰な人間がすごく生まれそうな気がしますけどね。しかも平均寿命じゃあ80歳だというところだったとしても、いつ明日死ぬかもしれない、そういう緊張感のある中でやっぱり今日今何を考え何を行動して生きるのかっていう、そこがやっぱ全ての人に問われている感じがなんかするような気がしますね。前向きですね。あ、そうですか、うん、僕は違いますよ。違いますか。へ、死ぬことと生きることを比べて、はい、生きる方が素晴らしいと思ったことはありませんね。生きる方が素晴らしいと思ってない。そう、死ぬことがあるから今日生きてるのが大切だと思ったこともあります。おお。うん死ぬという状態と生きるという状態は共に人間にある状態なんであって、どちらがいいとかどちらが悪いとかいうもんでもない。たまたま自分が生きてたり、たまたま自分が死んでたりするだけのことだ。今日寝床について寝たら明日の朝来ないかもしれない。しかし来ないからどうということはないという感じですね。深いなぁ。深いことないけどそうだと思いますけどね、僕は。そこの領域はちょっとまだなんかね、理解が難しいかなって感じですからね。そうですか。だけども生きてることが非常に辛いっていう人は山ほどいるんじゃないかと思うんですよ。生きてることが死ぬよりか辛いという方な人っていうのも非常に多くおられると思いますね。それはそれでいいんじゃないかと。そうなんですよね。片岡さんがね、致死率 100% ね、武田先生のブログに、死が怖いというのはどういうことなのか、そうですね、でね、
いうのがありましたねっていうことですけど、そうですね、誕生を自分の意思でなく誕生し、うん、死の可能性は 100% である。はい、自分の意思で誕生して死ぬ可能性が何割だっていうんじゃないんですよね。みんなそう一応思ってるんですけど、はい、誕生の意思はなくて、自分に気がついたらこの世の中に誕生してて、で死ぬっていうのは 100% 来るわけです。しかも人生の目的は何かっていうと死ぬことなんですね。全員が死にますから。そうですね。ですからそのことをしっかりと分かること、自分は希望してこの世に生を得たんではなく、かつ必ずこの世から去っていくという中での、そういう経過的な自分というものが存在するんだということがですね、ものすごく重要なことじゃないかと思いますね。うん、